花谷ただし1月5日から1957年8月28日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。岡山県勝田軍高都村村長、花谷明の息子として生まれる。津山中学校、大阪陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1914年5月、陸軍士官学校を卒業し、同年12月。 不評勝利民間。不評五54連帯付となる。1922年11月、陸軍大学校を卒業した。参謀本部付勤務、参謀本部員、参謀本部付、関東軍参謀などを経て、1929年8月、陸軍少佐に昇進し、不評三37、連帯大隊長に就任。1931年、 関東軍司令部付けの時に、龍城古事件を、関東軍高級参謀、板垣清志郎と関東軍作戦参謀、石原幹事と共に首謀。石原は、花谷の暴力を背景に、自らの考えを通していった。その後参謀本部員を経て、不評第35連隊第一大隊長となる。この時、後に大本営参謀として有名になる。 瀬島隆造不評将尉が第一代代第一、中隊付として勤務していた。1933年には、軍部批判をした、北陸タイムス社へ代隊を率いて、独断で攻撃。同年8月、参謀本部付として、最南部官となった。1935年8月、関東軍参謀となり、参謀本部付第二師団司令部付 ルス第2師団参謀長などを経て、1937年8月、陸軍大佐に昇進。不評第43連隊長として、日中戦争に出征。満州国軍顧問を務め、野門藩事件で指揮を取る。1940年3月、陸軍少将に進級。不評、第29旅団長、第29歩兵団長を歴任し、 太平洋戦争を第一軍参謀長として迎えた。1943年6月、陸軍中将となる。同年10月に第55師団長に親保され、ビルマに出征し、第二次、アキャブ作戦を指揮した者の無能でずさんな作戦で、大失敗となったが、責任を追求されることはなかった。能力ばかりか人格面においても、 極めて問題のある人物で、第55師団長時代は、部下の将校を殴り、受血を強要することで悪評が高かった。また、日頃から、陸大卒のキャリアを鼻にかけ、無点や戦火上がりの将校を執拗にいじめ抜き、上は、少々から、下平卒まで自殺者や精神疾患を起こした者を、多数出すなどしたため、部下から強い部別と憎悪を買っていた。 反面昇進でもあり、公軍中も昇級士の土に自分専用の防空壕を掘らせていた。1945年7月、第39軍参謀長に就任し、太陽国に赴任、第18方面軍参謀長として終戦を迎えた。1946年7月に復員し、予備役に編入された。 戦後は、軍人恩給で暮らしながら、明けぼの会という右翼団体を一人で運営した。九百五十五年、満州事変は、こうして計画されたにおいて、はたえくの取材に応える形で、満州事変が関東軍の暴略であったことを証言した。この時、満州事変は自衛であるとし、関東軍による暴略を否定していた、当時の関東軍指導者である、本城茂る。 板垣清志郎、石原漢次らはぶっこしていた。1957年に病で倒れる。片倉正が義援金を募ったが、過去の悪行から、花谷のことを嫌をしていた部下は、和人として、これに応じなかった。同年死去。旧満州関係者が列席して、盛大な葬儀が営まれたが、部下は誰一人改装しなかった。ありがとうございます。